ち上げていきます。ぶち上げ、ブブブブ、パワー。弱い自分との情けない、さては絶対に人生は何度でもなります。最高です。おはようございます。レッツゴナギラです。本日は社員1日密着、今日もね結構やばい人なんで行きましょう。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。では島田さん、はい、改めて自己紹介をお願いいたします。はい、島田貴則30歳です。はい、ゴール B ではキャリアコーチングという事業部の責任者みたいなことやってまして、うん、あとは自分の地元の横浜でパーソナルジム経営してて、はい、あとフィットネス系の会社のラスカルズっていうところで取締役をやってたり、はい、めちゃめちゃやってますね。はい、はい、あと個人ではパーソナルコーチとして、はい、コーチング提供してたり、はい、あとベストボディジャパンで日本一になってて、はい、ベストボディジャパンのサポートとかやってますね。はい、ありがとうございます。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。ぶち上げましょう。来ました、島田ハウス。はい、おしゃれ。リビング兼書斎って感じですね。なるほど。今日は今からはコーチングです。はい、朝からぶち上げるんですね。ぶち上げましょう。島田さん、これは何をされてるんですか？これからコーヒーを作りましょう。マシンいかつくないですか？デロンギ、スタバにも置いてある機械ですね。ひえ。コーヒーはもう日課ですか、毎朝？コーヒー日課ですね。おお。ちょっとなんかエラーが出てちょっとやり方わかんないんですよね。おはようございます。今日もよろしくお願いします。1回目ですけど、今からはどちらに？朝飯行きましょう。おっしゃ、はい、行きましょう。ちなみに今日のスケジュールはどんな感じですか？今日は、はいはい、お、なるほど、はい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 、詰め込んでますね。ぶち上げましょう。ぶち上げましょう。あ、いいですね。朝から打ち込みますね。ガッツ行きましょう。カフェ行きましょう。はい、行きましょう。今からは何を？自分が携わっているゴールビーのキャリアコーチング事業の協力してくれるエージェントを募集して、はい、その採用の設計をちょっとやろうかな。うん、そんな感じです。お、どこ行くんですか？これからぶち上げていきます。ぶち上げとは何ですか？買い物。あ、帽子が気になってるんですか？今ちょっとかぶってみてください。一言お願いします。ぶち上がり。はい、島田さん、お次は、はい、ジム行きましょう。ベストボディ、元日本一の筋トレが見れちゃうわけですか？今日はやっちゃいましょう。意気込みお願いします。ぶち上げ。どうでしたか、筋トレ？最高でしたね。お次は飯食って髪切り行きましょう。いいっすね。はい、行きましょう。島田さん、はい、なぜゴールビーに入ったんですか？2つあって、1つはもう理念ですね。ほう。圧倒的に共感してて、全ての人に可能性がある、僕も本当にそう信じてて、うん、今僕がやってるキャリアコーチングもまさにその1つですし、うんうんうん、もっともっとこう自分の人生を豊かに生きたい、そういう人たちを応援したいって強く思ってるんで、うん、なるほど。そこにバチバチにハマってます。理念への共感。はい、もう一つは、はい、こう一緒にやる仲間、エネルギー量が半端ないですよね、やっぱり。うん、でも動画でずっと見てて、はい、なぎらさんもそうですし、うん、京さんもこの人たちとやったら面白そうだなって、うん、ずっと思ってました。それで来てくれたんですね。どうですか、実際入ってみて？いや、最高に楽しいですね。お、強みと強みが掛け合わさって最高になってる。はい、まあ、そういうのがすごい大好きなんで楽しくやらせてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ランチタイム行きましょう。はい、ブブブ。島田さん、はい、なんかさっきから雨が降ってて、ちょ、島田さんの力でちょっとやませてほしいです。パワー。また家戻ってきたんですね。そうなんです。何故ですか？
ぶち上げるためつまり服着替えます。高典さんの奥様でございます。いや本当に美しいですねはい、とんでもないです。はい、普段島田さんのこと何とお呼びしてるんですか？チャチャピチャチャピと呼んでます。チャチャピ、チャチャピです。なんでチャチャピなんですか？高典からタカちゃん、はいはい、でタカちゃんからタカピ、はい、でタカピからチャチャピになってます結構無理やりっすねチャチャピのいややっぱここ好きだなっていうところ、はい、教えてほしいです。なんだろう、 V ですか？V?V? V でもいいし、その内面的なところ。あ、なるほど。 V で言うと、はい、お尻と八重はですね。あら、変態ですね。まあ、改めて内面、性格だったりとか、はい、そうですね、はい、ここが好きっていうよりかは、なんか全部気が合うんですよね。何に対しても全部気が合うのが好きですね、はい、うん、世界に一人だけだったんですね。そうですね、こんなにも相性のいい男は。そうですね、オンリーワンチャチャピです。いや島田さん、はい、素敵な奥さんですね。いや本当に素敵ね。チャチャピマリピ好き。はい、島田さん、お次は髪切ってきます。お、それでは行ってらっしゃい。また終わったら連絡ください。お次は、次は僕のジム、横浜にある B フィットネスに行きます。はい、島田さんが経営するジムにですね。行きましょう、行きましょう。はい、島田さん、まあ、今ゴール B でキャリアコーチング責任者、他にも会社をね、自分で事務されたりとか、はい、社外の取締役やったりですとか、はい、もうめちゃくちゃやってるじゃないですか、うん、そして成果も出してると、はい、それがなぜ実現できてるのか、これを教えていただきたいなと思います。そうですね、まあ、まだまだ成果出てるとは自分で思ってないですけど、はい、でも自分がどこで価値発揮できるかっていうのはすごいこう自分向き合ってきた中で今見えてるんですよね。お、僕はこうないものを形にするとか、はい、折り方を描くとか、うん、そこにもう小さい頃から無意識が働いてる、はい、そこに気づいて、そこに両足突っ込んでこういう生き方をしようって決めた時にふわーっと、なんならその領域ってめちゃくちゃ楽しいんですよ、うん、でみんなそれぞれ絶対そういうのあって、うん、そこ見つけたら強いですね。なるほど、そこにフィットネスとかキャリアとか、うん、自分の情熱を注げられる領域がある、はい、なるほど、強みかける情熱で、はい、ふわーみたいな感じですね。あ、自分の才能に気づき、それを咲かせる領域で戦いまくってると。めっちゃそうっす。もうそれしかやらない、それ以外やらない、はい、それがいいなって思ってます。なるほどですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、パーソナルジムがあるビルに着きましたけれども、はい、島田さん大丈夫ですか？ちょっと疲労溜まってそうですけど。そうですね、はい、パワー。はい、島田さん、ジム B フィットネスに到着いたしました。到着しました。ぜひ紹介案内お願いします。だいたい40代から50代の主婦さんが使っていただいている完全個室のワンオンワンで、他の人の目を気にしない形で集中してできるような環境作りをしてまして、なので雰囲気もこうちょっと暗めな、そうですね、そうですね、落ち着くような、はい、内装本当にイケてますね。おお、ありがとうございます。こんな感じです。1日と15、はい、石井さん、島田さんとね一緒にジムをされてるということで、はい、まあ、ここはやっぱりリスペクトできるなと、うん、やっぱりすげえ男だなと思う点教えてほしいなと。熱い男です、まずものすごい、はい、愛を感じますよね。おー、その人がなりたい自分に一緒にこうサポートして、うん、まあ、愛を与えるっていうほどのストイックさがありますね、はい、愛と情熱の男なんですね。そうですね、今まで会ってきた人、うん、あんまりいなかったですね、彼ほどの熱い男は、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうも島田さん、素敵なジムでしたね。いやーだっす、はい、そしてお次は一旦作業しましょうか。やりましょう、はい、お仕事タイム。島田さん、まあ、もうぶっちゃけイケメンじゃないですか、まあ、身長も高いし、やっぱり女性からの目線とかあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、やっぱ感じるんですか、そういうのって。うん、感じます。うわ、なんかエピソードとかで言うとどういうのがあるんですか？大学生の頃、学食歩いてると、はい、やっぱビンビンに感じるんで、うん、あえてゆっくり歩いて視線を浴びる島田さん、実演しましょう。 OK です。うわ、めちゃくちゃかっこいい、あの人。
島田さん甘いものとか食べるんですね。大好きなんですよ。あら、一番好きなのは雪見大福です。今からはショートケーキです。ショートケーキを食べてミーティングですかね。ミーティングです。どっからどう整理していくかっていうところなんですよ。おー、リンガーハット行きましょう。リンガーハットで仕事カフェみたいなもんですか。美味しかったですね。ごちそうさまです。持ち上がりました。はい、今からは自分の家に戻りましょう。お、家で何があるんですか。ミーティングです。まだ仕事ですか。まだまだ行きましょう。充実してますね。タフっすね、本当に最高です。島さん、はい、めっちゃ雨降ってるじゃないですか。やばいやばい。どういうことですかこれ。昼なんかパワーってやったのに。パワー全部逆効果。いや濡れましたね島田さん。すごかったですね島田さん。今日も朝6時ぐらいからバリバリやってるじゃないですか、はい、何がそんなに島田さんを突き動かしてるんですか。やっぱ後悔して死にたくないなって、うん、自分が10歳の時父死んじゃってるんですけど、うんうん、葬式にすんごいたくさん人が来てたのをだけは覚えてるんですよね、はい、自分自身ももしこう死ぬんであればこういろんな人に大切されて死にたいなとっていう中で後悔しない生き方をした時にそれができるんじゃないかって勝手に思ってて、うん、今僕は愛とか優しさを大事にしますけど人との関わりがそれを作っていくと思ってますし、だから僕はゴールビー入った理由はこう仲間とかってさっき言いましたけど、うんうん、なのでうわこいつらとこういうことやりたい、うわもっとこっちが周りだよね、止まらないですよ。その延長線上に家族の幸せもあって、うん、トータルでハッピーが待ってるはずだなと思っててそこを見て走ってるって感じですね。かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい島田さん、この後は取締役で入ってるラスカルズっていう会社のマーケティング周りとかの打ち合わせですね。今日ラストの仕事。ラストです。やりましょう。やりましょう。部長あったのコンテンツを作っていきたいなって感じで、うん、終わりましたよ。終わりましたか。さあ風呂入って酒飲みましょう。やりきりましたね。最高っす。ここっす霧の湯。はい。いや島田さんさっぱりしましたね。いや最高でした。島田さんいつも毎日こんなハードなんですか。そうですね、今日はでもトレーニングも行けたしお風呂も入れたんで比較的ゆっくりしてる。これでだいよー。島田さん、まあ、やっぱどうしてもっすね、まあ、めっちゃうまくいってる人っていうイメージがあって、でもまあそうじゃないとこもあるんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、島田さんの挫折とか、いやああいう時俺はやばかったぞという話があればちょっとぜひがっつり教えてもらいたいなと思います。ちょうど3年前ぐらいですね。最近まで本当にクソみたいな人生だったんですけど、その時はリクルートに転職したてで、はい、なんで転職したかっていうと、もう本当に前職楽しくなくて、何のために頑張ってたかっていうと、もうかっこつけですね、成果とか、でそれを変えたくてリクルート行ったのに、うん、結局同じことを繰り返してるんですよ。自分は幼い頃父を亡くして母親も本当に大変でした。母の機嫌を損ねると手が飛んできて耳引っ張られてこう破れるんですよ、うん、そういうのもあって母の機嫌を損なわないとか母の顔色を伺いながら過ごしてきたので、あんまり愛というね、こう抽象的な概念を理解せず生きてきて、大人になればなるほど欲しがっちゃうんですよね、うん、寂しさを埋めるために。それが分かりやすい成果だと。お酒、うん、一時期借金もめっちゃありましたし、うん、そんなのが半年1年続きましたね。これがもう3年前ぐらいです。はい、そこから立ち上がったわけですね。そこから、うん、どん底すぎたがゆえにやろうってなったんですか、うん、もう落ちれない、落ちるとこまで落ちて落ちれなくなったんで、うん、当時はもうとにかく自分に向き合い続けましたね、うん、弱い自分と情けない過去、これはもうずっと自分のテーマにしてますけど、そこから絶対逃げない。人間はどうしてもこうやってね、見て見ぬふりするんで、でもそこにめっちゃヒントあるんで、そこに向き合い続けた結果、自分は何が楽しいのか、ワクワクするのか、めっちゃ落ちてる時って全部感じないですけど、向き合い切って自分の自己需要って言いますけど、自分を受け入れられてる時ってもなんとなく見えてくるんで、そこから逃げないことですね。弱い自分と向き合いまくった結果、克服できたわけですね。連絡ください。暑いなぁ。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、島田さんということで今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。最高でした、マジで最高でしたね。ぜひですね、最後視聴者にメッセージをお願いいたします。そうですね、偉そうに言える立場じゃないですけど、絶対に人生はもっともっと良くなります。僕も自分の今この状態以上にめちゃくちゃ良くなるって信じてますし、皆さんももっともっと良くなる、それ信じるか信じないか、あとはさっきも言いましたけど、自分に向き合うか向き合わないか、そっから広がってくるので大丈夫っす。うわ、島田さんもそういう過去があったんだな、でも変われるんだな、じゃあ俺もできるじゃんって思ってくれたらもうそれだけで最高です。人生何度でもなります。最高です。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。